まごちゃんからもいただいておりますね。山本議員は自分自身で職を辞することはない。67万人以上の方々と約束をしたことがあるので辞めるわけにはいけない。今回のことで僕が陛下にお手紙を渡したことでこのような大きな騒ぎになってしまって僕が猛省することは陛下に対して、ご心筋を、お心のことですね。そうですね。はい。を悩ませることになってしまって、猛省をする必要があると思うし、今も猛省していますというコメントをしました。山本議員は当初、これは政治利用ではない。これのどこが政治利用なんだと自らの考えで発信していましたが、ところが急に態度を一変させて猛省モードになりましたね。しかしこの問題に対して参議院運営委員会は5日に対応する理事会で協議をして自民党から出処進退を自ら明らかにすべきだとの意見が多数で、後日改めて山本議員から進退を聞くようですけども、要は議員辞職を求めているようですね。今回のことと山本議員の態度に山本議員の味方だった議員からも批判と非難の意見がほとんどで、誰からも助けてもらえない状態で、このままだと山本議員ももう後がないですね。本当に議員辞職をしなければダメの可能性が高いですね。とまあ辞職です。議員辞職を進めるということですからね。はい。決定的にクビだというようなことではないので、やっぱ本人の意思がそこに働くんでしょうね。はい、リスナーさんのご意見なんかを見てみても、はい、いろいろまあ賛否両論分かれてますけれど、まあやったこと自体はね、やっぱり非の方が多いようですけれども、議員を辞職すべきかどうかっていうことに関しては反省はものすごくしないといけないと思うし、やっぱ間違った行為だったと思うけど、辞職するってとこまではっていうのは、その別に犯罪を犯したわけでもないし、っていうところからすると、反省はして、でその原発反対なら原発反対で、もっと叱るべき手段でそこに邁進してもらいたいなというご意見も結構ありましたよ。本当ですね。で何やら手紙はですね、はい、結局陛下のもとには行ってないみたいですね。それはまあ、はい、すっと陛下はお月の方に渡されて、はいはいはい、でお月の方がお預かりされてましたから、そこから返されることはなかったんです、そういうことで、はい、思いは達成できなかったみたいですよ ね、はい、だから何が書かれていたのかないうことですけどね、はい、動物奇想天ぷらさん、この方、山本議員は手紙を渡した行為自体については反省していると強調して、さっきの話ずっとこの方が書いていらっしゃいますけどもね、この票を投じた人たちと約束があるとは立派な考えだと思います。そして反省しているならば様子を見ても良いと思います。議員は公約を守ってこその議員だと思いますからということで、このことによって公約が守れないならばというのが山本議員の意見であるし、やっぱ公約を守ってこその議員だと思うぞというのも動物奇想天ぷらさんのご意見であるということらしいですけどもね、議員さんですから人にお願いするんじゃなくて自分のやりたいことっていうのをやっていかないとね、それを託されたのが議員さん、国民から託されたのが議員さんですから、陛下渡されても何ができるわけでもないですけれども、たとえできたとしても丸投げっていうのは議員の役目ではないですよね。本当に今小高さんの言った通りで、はい、議員さんは議員立法とかですね、はい、そんな力がある立場の方ですので、はい、自分で例えば法律というものに対しての働きかけをいろんな人と、だって原発をなくしましょうというのは山本議員たった一人の意見ではないですから、はい、そういったところと他と協調しながら足並みを揃えて、たった一人ではやっぱり国会では動かしませんから、でそういったことをいろいろ画策しながら、いろんな同志を集めながらとやっていくのはね、山本議員にとっては大変難しいですけども、これは公約ですからやらないかもわけです。はい。もっと極端になら、陛下にお手紙渡してる暇があったならという言い方はとっても乱暴かもわかりませんが、はい、そういうような同調する議員の人たちと、一歩でも近くこの公約を、はい、守るために、果たすために、やる努力というのは、他にいくらでもあると思います。はい、本当に
難しい立場だと思いますよ、うん、山本議員のような、はい、ちょっと ああいう立場にいる人は、はい、他の大きな もっと大きい政党ってのは自民党しか今ないですけども、他の政党他の考えの人たちといろいろ足並みを揃えながら何回も時間をかけて共闘できるのかできへんのかというようなことはですね、うん、もう時間がいくらあっても足りないので、はい、本当に園遊会出てる暇はないというのはまあ僕の意見なんですがね、どうでしょうかね、はい。